めてトロトロです。今回ですけどモコとアユムハイやっていきたいと思います。さあ今日こそらランクインしていくぞ。見てろ、今日マジアップしたかんな。あ、集中していこう。エココウッサと。さあということで、本日マリオカート8デラックスオンザビーチ、本日はですね、もう自分に捧げるマリオカート8デラックスにしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、ちょっとモコとアイムハイマジでね、ちょっと今日はめちゃくちゃアップしてきました。なのでちょっと今日こそ、ランクインをねしていきたい、そんな思いでちょっと今日は走っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日はガチです。はい、今日はガチな日。まあ毎週ガチだよ、毎週ガチだけど今日は特にガチな日です。はい、よろしくお願いします。さあということで、まあちょっとまあ2位待ちでいい。あとは、そんなに俺はもう前に行かない。もうなんかあんまり、そうだね、なんか横を出さない、横を出さない走りで、今日は行きたいと思います。よろしくお願いします。さあちょっと後ろもちゃんとね見とくことが大切というお話でございますので、ちょっとしっかりと、ちょっともしかしたら視聴者さん的には気持ち悪くなってしまうかもしれません。そこだけはご了承ください。よろしくお願いします。さあということで、まあコインは今9枚か。まあ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 悪くない、悪くない走り。あとはもう防御固めてどんどん前に行く、それでいいと思う。はい、ということで、まあワンツーがちょっと離れてるので、まあ結構いい感じよ。後ろで結構やり合ってくれてるのかな。はい、ということでちょっと一回交換してみよう。一回交換してみよう。そしたら何が出るか。あー、なるほど、赤にか。赤にね、全然 OK です。さあということで、まあ前いるからちょっとどうしようかな。交換のタイミングで一回二個赤コーラ投げてみるっていう、そういう手はどう、みんな。そういう手はどう。ちょっと投げてみる。一個2個投げてみよう。そして、まあ、3個目もあるわけだ。どうだろうかな。ああ砕けてんのか。砕けちゃっとちょっとなんとも言えないなこれは。はい、ということでガッツリ、ダブル取って、もうこのまま行こう、このままでいい、このままでいいから。あ、だけどちょっと欲出ちゃってる、欲出ちゃってるから、ちょっとそこだけは抑えていきたい、そんなところです。さあということでラスト落ち着いてシグとダブル取って、なるほど、もう1個投げちゃおう。もう1個投げて、あとはもう防御耐性マックスでいい、防御耐性マックスで。お、なんか食らってんな、食らってるけど、もう1はちょっと無理なんで、あとはもう自分だけでいい。はい、いやちょっと、はい、うわ、オッケー、2位、うわ、全然オッケー、全然オッケー、オッケー、2位でも計画通りです。はい、続いてですわー、エキサイトブンブンバイクやっていきたいと思います。結構ね、ここは自信あるよ。ちょっとがっつり前に行こうか。よろしくお願いします。ここウースターと、なんか結構2位が最強説みたいな、そういうお話を聞いたことがある。なんだっけな、誰かビグゾーさんかな、ビグゾーさんがなんかそんなこと言ってた気がする。そんなところなので、ちょっとここで、集中して、まあ3位でも2位でもいいから、ちょっとここら辺でがっつり行きたいと思います。よろしくお願いします。さあ集中して、こういうこれが結構大切だっていうね。このこうやってちょっと斜めにがっつりそういく感じ、これが結構本当に後々に響いてくるっていうから、ちょっとここだけは意識して、やっていきたい、そんなところです。さあということで、ここでうんこ置いといて、いやーちょっとなんでだろうな、めんどくせえな。打開でいいかな、打開でいくか。ちょっと一回、あんまり嫌だけどね、ここでの打開って、サンダー振らないと終わっちゃう、そんなところです。はい、ということで、さあもうこれでいくわ、とりあえず交換してみよう。そしたら何が出るか。キノコか、なるほどね。まあいいでしょう。まあまあまあ悪くない。さあ、ちょっとこっから前行くか。こっから前行ってみようか。ちょっと前、さすがにね、ちょっとあんまり、ここでね、なんかタムロしたくないんだよ。タムロしたくないので、オッケー、いいよ。全然オッケー。さあ、ここでガッツリ、オッケー、使っといて、下から行って、ピョンして、はい。で、ここで交換していく。さあ、これで雷とか来たら結構面白いけど、どう？そういう話どう？そういう話ない。あ、ないんかい。やばい、ちょっと、これ、だけどめっちゃ詰まってるから、ワンチャンある。全然 OK。全然いける。全然いけます。はい。これがっつり1個使って、さあ、もう1個使っちゃおう。それで、これで、がっつり、いやーもう、お前、もう誰だよ、お前マジで。ちょっと、いやーやばい。このキノコ1個で、世界を変えよう。みんな、世界を変えてみせよう。さし、イエーイ、それ取るの初耳なんですけど。ちょっと待って、やばい、ラスト、集中。荒れちまえ、めっちゃ荒れろ、めっちゃ荒れろ。ラスト。いやちょっと待って、みんな待ってくれ、頼む、はい、はい、話になんねえだろうね、おマジでよ。はい、ツイッターですわ、メイプルツリーハウスやっていきたいと思います。いやーちょっとやばいね、エキサイトバイクでちょっと失敗したね、やっぱり。全然前に行けなかったし、行きましょう。エコーコーウスターと、いやーちょっと不運が続いたね、サンダーも降らないし、打開はちょっと失敗した。さあそんなところで、まあ、ここからちょっと上げていこうやというお話でございます。集中して頑張っていこう。
さあ、本当にね、ちょっと、マジで本当にランクインしたいから、本当に邪魔しないでくれ。うん。テレサも本当にさっきさ、最悪だったからね、あのタイミング、テレサ。うん。本当に許せないから、あのタイミングはマジで。さあ、そんなところで1、よいしょ !1 浮上、うん、あ、2位に、うん、3位よくわかんない。もうだからお前ちょっとさ、マジでさ、当たってねえだろうがよ、吸ってねえだろうが。ちょっと待って、落ち着いて。ちょっと一回これ、もう、一回上から行こう。うん。それはね、さすがにちょっとアイテムを取らないと始まんないからな。さあ、コタ、それ爆砂したら本当に俺ブチ切れかんな。うん。コタ、コタやめてね、その爆砂。爆砂だけは絶対やめてよ。うん。振りじゃないかんね。はい。ということで、まあいいでしょう。これでいいよ。一回とりあえずね。まあもう7位とかで全然 OK。うん。さあ、ということで、こっちから行こうか。うん、こっちから行きます。さあ、デスターのイビックンがいるな。デスターイビキへ。さあ、君を超えるよ、俺は。俺が真のデスターだということをイビックンに見せていきたいと思います。さあ、ということで、これでがっつりちょっと1個使って、なるほどね。で、お前をやってくる。え？赤コーラ、どこ行った？赤コーラ、どこ行ったの？待って。赤コーラは？まあいいけどさ。いいけど別に。うん、さあ、ということで、まあ4位か。まあまあまあ、全然 OK です、うん。全然悪くない順位。うん。そして、まあ、こっからちょっと共通テストに、ちょっとやってってもらおうか。うん。それが一番いいと思う。はい。さあ、ということで、これでちょっとキノコもらっていこう。ここら辺置いとくか。ここら辺置いといて、やっていく。OK。さあ、2位に浮上。これでかい。そして、キノコ出ればもっとでかい。そんなところ。いやー、ないか。やばか！もう！なんでだよ！なんでだよ！ちょっと、落ち着いて。まだわかんない。まだわかんない。まだ6位とか5位とか全然4位とかだ。全然大丈夫。いや、ちょっとお前らちょっと邪魔。うん。ちょっと一回蹴散らしといて。さあ、ちょっと待って。落ち着いて。大丈夫だか。ねえ、お前。ちょっと待って。オッケー。ちょっと1、2、3がちょっと離れてるから、なんとも言えないところだけど、うん。ちょっとここは集中。オッケー。あ、1位。あ、3位。3位のやついるね。オッケー。あいつ。おっと、危ねえ。バナナ地獄だった。オッケー。でかいこれ。これマジでかい。それどうしようか。これ。いやもう使っちゃおうこれ。さあ、これで雷とか出たら結構面白いけどね。どう雷とかどうですか。雷とかどう。来ないんだ。あ、そういう感じ今日。なるほどね、そういう感じね。オッケー。理解。さあ、ということでシングル取って、あー、なるほど、そういう感じか。なるほど。オッケー。いや、バカ、ちょっとどいてくんね。さあ、ラスト落ち着いて。オッケー、ラスト、どけ、どえっ、えっ、はい、オッケー、さあ、まあいいでしょう。はい、続いてはSF3レインボーロードをやっていきたいと思います。さあ、ということで、ここはめちゃくちゃ得意コースでございます。マジでやっていこう、ここは。うん。ここ。スタート。ここで1位取れば41点前半。うん。そういう感じで終わる。まあ、悪くないような、点数で終わりますので、まあ、ここはちょっと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、メダルを回収できないのか。メダル回収したいところなんだけどな。まあ、いいでしょう。妥協していこう。さあ、ジャンピングし、いやー、ジャンピングできないが、できなかったが、まあ、悪くないよ。うん、点数的には。さあ、いや、シングルになっちゃうの、それ。それシングルになっちゃうの？なるほどね。そういう感じ。怖いから、ちょっとやっといて。はい。で、これで、ちょっと、もうちょい前行く。さあ、その共通テストのバクスナが怖いところだけど、多分してこないと思う、バクスナは。うん、おそらくね。おそらくしてこない。さあ、そんなところで。OK。いやー、そこでさ、まあ、いいんだよ、別に。コインでもいいんだけどさ、ちょっと弱くない？うん、ちょっと弱いな。さあ、ということで2位ね。まあ2位でいいよ。全然2位で OK。うん、ちょっとこれ1個使っとこう。うん、ここでね、なんか、キノコでショートカットできる場所ないんだよね、あんまり。あぶれ。あぶれ、マジ生くなった。さあ、あと青コーラ祭りいい。青コーラ祭り、え、ま、なんか、いや待って。1位になってるし、最悪だ。うん。まあだけど、これで受けても大丈夫、まだ。おっと、まだいける。絶対いける。さあ、集中、落ち着いて。大丈夫だよ。うん、大丈夫。絶対に大丈夫。オッケー。さあ、このまま行くぞ。いや、バカ。落ち着いて。いや、お前、ちょっと止まれ。オッケーって。もうちょっと、本当にもういいから。もう本当に頼むから、もういいから。うん、大丈夫だから。よし、ジャンピングして。オッケー、いいよ。じゃ、やっとく。オッケー、やっといて。さあ、ラスト。あの陣を抜かす。よいしょ、当たれ。オッケー、当たってる。でかつ、うまー、俺。うまー。ちょっと待って、ラスト。落ち着いて。さあ、はい。最悪だ。うわ、最悪だ、今の。はい。第5レース目、サンシャイン空港、後半戦です。今、ちなみに35点です、今。はい。60点取れば、ある。ここ。スタート、全部1位を取る。うん。そのノリで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。
さあ頑張っていこう。うん、もう全部1位取りゃもういいんだよ。うん、ただ冷静さを欠いてはいけない。やっぱり、まあ、2位で A ゲーミング、2位で A ゲーミングでとりあえず行く。うん、さっきもね、てか最後のところもうさ、ひどいでしょあれ本当によ。もうあれ1位いけた、コイン、うん、1位いけたよあれ、マジでマジで1位いきました。そうです、うん、本当にちょっと何とも言えない感じなんで、まあちょっと、まあそんなこととはいえね、とはいえ振り返ってもしょうがないんで、ちょっと気合い入れていきますとりあえず。はい、ということで後ろちゃんと見てこう。もうさっきはね、さっき最後の最後に後ろちゃんと見なかったのが原因だあれは。うん、なのでちょっとそこだけは反省として、うん、やっていきたいと思います。さあということで、まあここは2位で A よ、とりあえず2位で A ゲーミングで、うん、行きたいと思います。さあということで、うん、まあコインをしっかり取って、まあいやもうだる、マジでだるすぎだろ、なんでそんなことしてくんのマジで。俺1位、もう本当にね、希望をさ、マジでなんか捨てさせるよね。あ、まあ1位いけるかな、どうかなみたいなところで捨てさせるよねこのゲーム。あ、待った、もう最悪だ、もうなんだよ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 、もうめんどくせえ。さあしっかりと、ちょっと待って、しっかりと前行こう。ただ割と詰まってるな、詰まってるから後ろからがっつり行けるっていう、そういう手もある。うん、さあということで、まあ6位ね、全然いいよ、全然大丈夫、まだまだいける。あの1位に青コーナー、もういいから後ろ、何やってんの後ろでよ。さあこれで雷来たら面白い、雷来たら面白いけど、どうかな雷、ここで雷とかないね、えいいよ雷、どうぞ今だったら。何もねえんかい、何もねえんかい、ちょっと待って、もう終わりだ、もうこれ無理だ、うん、もう12位で終わりだよどうせ。うん、そんなお話でしょどうせ。うん、そういうストーリーでしょ結局。ちょっと待って、いやもう、ああもう、シングになっちゃったし。まあ、しょうがないこれは。オッケー、はい、カメラに、はい、はい、今、はぁ、今、はぁ。だけど残り3レースで45点取れば、85。まだわかんない。うん、集中していこう。え、ここ。うっさと、まだわからないよ。うん、マジで。ちょっと本当に集中していこう。なんかね、なんでこういうな希望を捨てさせるようなことをするかな、みんなね。そういうゲーム、そういうゲームになってきてるね。はい。さあ、ということで、まあ、ここでちょっと1位取れれば結構熱いけど、どうかね。ただ、やっぱ猛者が多いから、ここら辺でなんかね、いい感じでさ、最終的に雷降らして。もうなんでそんな、ね、被弾多いかな。なんか、すげえ当たるね、ぴったりで。うまいね、みんな。うん、ちょっと後ろから行こう。もうダメだこれ、ジョノジファイヤー、なになになに、もう分かった分かった分かった、もうなんでそんな激しいことしてくんのマジで、当たりすぎじゃないいくらなんでもねえ。さあ、まあいいよ、まあそれはもう置いとこう。うん、目、大きな心で目つぶっとけよそれは。はい、さあということで、どうしようかな。いや、ここら辺でね、おそらくここら辺で雷降るな、絶対絶対降る。さあ雷、さあ雷ドンドン、雷ドン、お願いします、ドン、今こそドン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 、ないか、だってここら辺で降る、ここら辺で降る、そしたらここら辺で降る。え、これで降らなかったらもうおかしい、頭が湧いてる、どう、え嘘でしょ、ないの雷ないの、嘘でしょ、ちょっと待って、待って、やばいことになってきたよ、みんなちょっと落ちて、ラスト、やばい、ちょっとなんだよこれ、オッケー、ダブル取って、ラスト、いや1個使ってピョン、ジャンピングして、よいしょ、いやーちょっとこれ厳しいか、どうだ、はい、よい、終わり、終了。はい、続いてですわ、リンリンメトロやっていきたいと思います。まあもうランクインはまだいいよ、そしたらあとはもうあのランクインとかじゃなく普通に1位を取る。うスタート、今日1回も1位取ってないからね。うん、ちょっと集中していこう。今日1回も1位取ってないのはさすがにそれはもうありえないので、うん、ちょっと1位取っていこう、ここら辺で。さあちょっと、まあリンリンメトロ結構俺得意コースよ。うん、あの打開やっぱ俺ね、打開があってんだよね、打開があってんだけど、ちょっとやっぱり噛み合わないと、うん、全然あの良くはない。うん、そんなところです。はい、なので最初の2レース目のエキサイトバイクのあれはちょっとね、噛み合わなすぎた。うん、てかこういうモコとアイムハイの時の本当に打開はね、合わないのよ、みんなと本当に合わない。うん、だからちょっとね、わかんないんだけど、
ちょっとどうすればいいか、まだまだわからないところだけど、ちょっと頑張っていきたいと思います。さあ、ということで、青コーラ絶対当たんねよ。うん。それ当たったら本当にまだブチ切れるからな。はい、ということで、まあ、9位。まあ、9位ね。オッケーオッケーオッケー。9位割れで、それでオッケーいいよ。いやー、なるほどね。こういうアイテムはちょっとあんまりね、必要じゃないんだよね。そう、ここでね、金キロとかあんまり必要じゃない。うん。そんなところです。いや、だから、もうこういう被弾も意味わかんねえから。マジで。本当に。やめて。頼むから。本当によ。本当にやめてほしい。そんなところなんですけれども、ここでもう一回使っていく。さあ、こっからちょっと上がっていこうぜって話。さあ、どうかな。ちょっと待って、これでさ、いいんだけどさ、それはいいんだけどさ、ただ、いや、もうだからさ、もういいから緑コーラとかさ、ちょっと使っとこう。うん、なんか使っとくわ。なんかムカつくから。うん、さあ、ということで、雷はそれで。いつになったら降る雷。なるほど。あ、ここら辺で降りそう。降りそうな気がする。うん、だけど、俺はここまで引っ張る。オッケー。さあ、ここで雷お願い、頼む、お願いします。ねえ、今こそじゃない？いつ、どこまで引っ張るの？いや、終わったわ、もう。終わりだ。あ、もうダメだ、終わった。あー、もう終わりだ。もうダメだ。もうダメ。雷も降らないし。もう、今降るのかい、今降るのかい、遅えよ、マジで。で、最後に嫌いなコースですよ。大嫌いなコース。ワリオスタジアム。まあ、ここですよね。うん。ここ。ウスターと、もう今日、何も、噛み合わなかった。そんな、一日でございました。うん、噛み合わなすぎて、ほんと、神山くんって感じでしたね。うん。よくわかんないこと言ってるけど。うん、ここで1位取れたらもう最高なわけだね、最後に。うん。ちょっと最後、やっぱり ここで1位取れたらやっぱり実況者だよね。うん、それはめっちゃ思いますので、ちょっとここで気合入れてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、最後に実況者としての、うん、その底力が見せなんて言えばいいの、うん、見えるところ、うん、になると思いますので、さあ、ここは頑張っていこう。さあ、ということで、これがっつり使って、 OK で、これで、うん、 UMD、 はい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 。お、2位ね。クサーンさんが前にいる。クサーンさんがなぜか前にいるな。うん、まあ、これで2位混じりで、あと青コーラが来て、はい、俺が1位っていう、うん、そういう、ストーリーね、うん、もう出来上がってんのよ、俺の中で、頭の中でさ。そうだから、ちょっとそれでいいと思う。うん、ちょっと展開アイテムがね、後ろから来られて困るんだけどね。はい、そういったところで、うん、ちょっと頑張っていこう。さあ、ここはちょっと頑張っていこう。あれあれ、あな、ええー、待って、俺じゃないね、絶対俺じゃないね、俺じゃないね、絶対俺じゃ、俺かーい、うん、俺かーい。はい、ということで、待って、もうねえ、もうなん、追撃いらねえからさ、もう、いやー、なんで追撃するかな、こいつら。ちょっと待って、これでファイアボールで、ねえ、もう本当にもう、本当にもう終わりだ、もうダメじゃん今日。何それは、ひどすぎだろ、マジで。もう一生出ねえから、マジで、マジで一生出ねえから、本当によ、本当に一生出ねえ。気持ち悪い、本当に。まあ、もう終わった、もう走り方がゴミだ。うん、キラ来い、キラ。あ、もう来ねえわ。はい、雷、はい、雷来い、雷、なあ、雷来いよ、なあ、雷来いよ。さっきも、な、来なかったくせによ。待って、終わった、もうこれダメだ。うん、終了だ。あ、終わった、ほら、もうなんか全部俺に当たるもん、全部俺に当たる。うん、あ、もうダメだ。なんなんだろう俺。さあ、はい、ということで、本日、モコとアイムハイ、私の得点54点という結果で終わってしまいました。本当に情けない。もう前半なんかいけるかなっていうところばっかりだったんですけども、1位になれず、そして後半もボロボロ。うん、アップとかっていう問題じゃないね。うん、まあちょっとまだまだ頑張っていこうかなと思います。とりあえずちょっと休みます。はい、もうモコとヤムハイちょっと休もうかなって思います。1周ぐらい、はい。ちょっとそこだけ、皆さんよろしくお願いいたします。ということで、本日はこれにて以上。また、次回の動画で終わりにしましょう。バイバイ。さあ、ありがとうございました。